とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、やっていきます。以前、高パワーの装備品が欲しい、という動画出したんだけども、コメントもらいました。ありがとうございます。どうもね、デイリーミッションの、3以上じゃないと、高パワーは出ないっぽいです。まあ、確かに254とか5とかは出るんだけど、260以上は、この3しか出ない。らしいね。で、しかも、この3を、旗を6個、6個入手して、クリアしないといけない。かなり厳しい戦いになってきます。はい。今回は、ここ2つあるので、ここに行きます。装備がこれだね。不滅のナイフ。魂を2回収しまして、流れ込む魂でもう一つ3だね。で、残忍なクロスボウで魂を2。で、流れ込む魂でさらに1。合計6のソウルを、入手します。うん。で、影の断片でさらに1。まあ、全部で7か。7ソウルを回収しながら、ずっと影化をして、エレメントのカバンで殲滅。その方法でやっていきます。まあ、ここは楽勝だと思うんで、サクッと行きましょう。では、行きましょう。まあ、最初、ソウルを入手するまでが、若干危ない時があるけど、まあ、ここは大丈夫か。うん。このツタが出てくるんで、ここを倒していけば問題ないので、大丈夫でしょう。お、山猫も倒したね。オッケー。じゃあ、これで、行きましょう。旗を取って、敵の攻撃が、160% とか、それぐらいアップした時が結構厳しいけど、それ以外はいけるんで、行こう。うん。敵の攻撃力がね、100% 以上アップした時に、この火炎とかもらっちゃうと、ワンパンだからね。そういうところだけ、あとは大電だね。大電。そこを注意していけば、もうほんと、ぬるゲーもいいところなんで、やっていきましょう。まあ、とにかく、横道にいっぱい外れていって、旗を全部入手しましょう。頑張るぞい。お、旗、1個目。いい感じですね。すでにダメージが 60% 減少した。これで、こいつで確か、6体目なんだよね。よし。で、OK でしょう。うん、6個、旗回収しました。あとは、クリアするだけ。いけるかな？やっぱり途中で、火炎と、帯電が出てくるんだよね。あれに当たるともうワンパンで死ぬのよ。うん。HP マックスだったとしても、全く関係ない。もうワンパンでビュッて死ぬのよ。なんでそれがなければクリアできる。あとボスだけなの。あ、でも、そうか。ボス倒しても、ここは先がある。ボス倒した後に、雑魚とも戦わなきゃいけないんだよな。ちょっと待てよ。ちょっと待って。弱点が出た時にワンパンで倒せるようにしとこうか。そうじゃないとソウルが多分足りないんだよね。足りない。全く。なんで、一応これで、いきます。ザコもね、一応出るには出るのよ。出るには出るんだけど、いくぞ。よし、オッケー。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。なんか動けないぞ。なんか俺動けない、動けた。オッケーオッケー。これで、敵にダメージが通るようになった時に、スポンジストライカーでガシャガシャシッとやっていきましょうか。確か花が開いた時だったっけ？
ダメージが通るようになるのは。いけ、うん、なかなか開かんな。ちょっとダメージが足らんか。あ、もうちょいもうちょいもうちょい、おそらくちょっとザコも含めて倒しとかないとソウルがね全然足りなくなるんで。よし、あぶねえ。よしよしよし、 OK、 もう大丈夫かな。いや、まだでしょう。ダメージ通らんっぽいよね、まだ。もう少しして一回攻撃を入れてみましょうか。よっしゃあ、うん、いけ。あ、嘘でしょ、マジか。ワンパンっていうか、なんだろう、人ゲージみたいな感じでしか減らなくなったのか。前はね、こう問答無用でゴリゴリって倒してたんだけど、それがもうできないの。ちょっでもまあまあ一回ダメージ効いたから、このままちょっと攻めてみようか。なんかマジか、いけない、あぶねえ。おっしゃ、倒した。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない、あぶねえ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 。なんとかギリギリ影ができた。ちょっと待って、オッケー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 。ね、一応装備変えよう。ちょっと待って、早く早く早く、あったあった、マジでやばいマジでやばい。よし、一体倒しきれるか。頼む頼む、オッケー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 。もう最後の最後まで本当気が抜けないわこれ。よし、危ないやつはいないね。危ないやつがもう先にいたりするともうとんでもないから。いや、雷出る、雷雷、バカ、雷出ろって。いや、きつい、嘘でしょ、マジか、マジか。危ない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 、ソウル早く来て、ソウル来て。よし、危ない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 。あ、いない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 、オッケーオッケー。はい、早く開けて早く開けて、もうクリアさせて。あぶねえ、最後の最後マジで危ない。でもデイリーの3を旗6個全部取ってクリアしたよ。ああ、かなり危ない戦いだったけど、いけました。どうだ ?260 以上の、スパイダーアーマーが欲しい。スパイダーアーマー。頼むよ。しかも、エンチャントむちゃくちゃいいやつ。いや、出てきてくれたら最高だな。多分 HP250 万ぐらいいくんじゃない。じゃあ報酬なんだ、ピンクスコーンドレルの254。はいはい、悪くないよ。次次だよ、次260のボグトリックフォーカー。まあまあまあ260ではあるよ。ああ、あ、260ではあるさ。なるほどね。で、このピンクスコーンドレルは、あ、使えないな。よくない。いやー、素晴らしい攻撃力。うん、32万から65万。だよ。すごいね。32万から65万。え、今までのピンクスコーンドレルはどれぐらいだったっけ？多分かなり上がってると思うんだよな、攻撃力が。ほら、20万から41万だよ。え、1.5倍？いや、1.5 倍どころじゃないな。すっごい攻撃力上がる。やっぱり、このね、251から
260までの上がり幅って、とんでもない。いや、これね、防具出たら、絶対 HP250 万近くいくでしょう。欲しいなぁ。めちゃくちゃ欲しい。でも、相当厳しい戦いだから、気をつけていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。